今回は今更聞けないマルチタスク画面の表示方法スマホを使うならこれができないと構造を理解してマルチタスク画面を使えるようにしようについてご説明いたしますまたその他スマホの基本操作から不具合時の対処方法毎日の生活を便利にするアプリについて多数の動画で紹介していますのでぜひそちらもご参照くださいまた チャンネル登録していただけますといつでも見ることができるようになります。それでははじめにマルチタスク画面とはについてご説明いたします。マルチタスク画面のマルチタスクとは複数の仕事、処理をある意味で同時並行で行えるようにすることを意味しています。普段の生活でも料理には マルチタスクの能力が必要ですねといったように使われます実際の料理を例にすると野菜を洗ったり切ったりしながら同時に煮込んでいる鍋に味付けをしたりしますがこのように複数の業務を一つ一つ終了させるのではなく同時並行で行うことをマルチタスクと呼びますスマホでも複数のアプリを同時並行で使う場合にはマルチタスク画面を表示し 同時並行で処理していけるようにします。このマルチタスク画面は料理で言うと、まな板や包丁を使って野菜を切っている途中で、火がかかっている鍋に野菜を入れたり、味付けをしたりして、再びまな板や包丁を使って野菜を切り始めたりすることができるように、包丁やまな板をそのままの状態にしておくのと同じ状態になります。 スマホでは次の作業があるまでアプリを待たせておき、いつでも切り替えられるようにする画面をマルチタスク画面と言います。スマホを使う以上はこちらのマルチタスク画面もマルチタスクを行う上では非常に重要な画面になりますので、できる限り使いこなせるようにしましょう。 こちらではそのマルチタスク画面をどのような時に使うかについてご説明いたします。主に会員登録を行うときや2段階認証を行うときにこちらのマルチタスク画面を利用する必要があります。会員登録を行う際に自分自身の電話番号やメールアドレスを入力する項目で正確な電話番号やメールアドレスがわからなかった場合に端末内にある連絡先や メモ帳などから電話番号を見つける必要があります。その際に一旦今入力している画面を中断して他のアプリからその情報を引き出す必要が出てきます。その際にマルチタスク画面が必要になります。厳密には一回一回ホーム画面に戻って各アプリをタップしても問題ないですがこちらにアプリが待機しているということを理解しておきましょう。 次に二段階認証を求められた際にもこちらのマルチタスク画面を直接及び間接的に利用します。まず二段階認証について簡単にご説明いたしますと身分を証明する際に一つの書類だけでは確実性がないときなどに追加の身分証を出してくださいと言われるかと思いますがその行為を毎回行うことを二段階認証と言います。 健康保険証だけでは本人かどうかわからないので、追加で免許証かパスポートを提示してくださいと言われるのと同じことになります。スマホの場合ですと、パスワードを入力しただけでは本人かわからないので、すでに登録している電話番号やメールアドレスに今しか使えない番号を送りますので、そちらも同時に入力してくださいというのが、 一般的な二段階認証の方法になります。その場合、今やっている作業を一旦中断して、他のアプリを立ち上げて確認をしないといけないため、マルチタスク画面が必要になります。まとめになりますが、マルチタスク画面は、今行っている作業を一旦中断して待機している状態にして、他の作業を行えるように切り替える際に利用する画面になります。 こちらではマルチタスク画面をどのように使うのかについて簡単にご説明いたします。後ほど実際の画面でそれぞれ丁寧にご説明いたします。マルチタスク画面の表示は基本的にはワンタップかワンスワイプで表示させることができます。マルチタスク画面から他のアプリへの切り替えも基本的にはスワイプとワンタップかワンタップで切り替えが可能になっています。 最後にマルチタスク画面からアプリを終了させる方法も基本的にワンタップになります。マルチタスク画面からアプリを終了する必要がないとも言われていますが、料理でも使ったまな板や包丁、鍋などは片付けておきたいので、使う可能性が低いアプリは閉じるようにしましょう。 それでは次にマルチタスク画面の表示方法についてご説明いたします。まずは Android 端末でのマルチタスク画面の表示方法についてご説明いたします。Android 端末でない方はスキップしても問題ございませんが、基本構造は同じなので、できれば一緒に見ていくようにしましょう。それではご自身の端末で一番下にある3つのボタンの中から 丸1のように履歴キーをタップしてください。そうしますと過去に使ったアプリが一覧で表示されます。こちらの画面をマルチタスク画面と言います。再起動などを行った後や常にこちらに表示されているアプリを閉じている方は何も表示されないかもしれません。また複数のアプリが表示されていない方は端末内にあるアプリをタップして ホーム画面に戻るという作業を数回繰り返してから履歴キーをタップしてください。こちらは各アプリが次の出番を待っている状態、待機している状態になっています。Android 端末の場合には上下にゆっくりとスワイプすることで重なっているアプリを確認することができます。慣れることが一番大切ですので、後ろに隠れているアプリまでゆっくり ゆっくりとスワイプして確認してみてください。間違って特定のアプリが全画面に表示されてしまった方は、再度丸1に戻って、四角の履歴キーをタップしてください。こちらでは、楽々フォンなどの簡単スマホについて、マルチタスク画面を表示する方法についてご説明いたします。それぞれの機種によって、多少操作方法が異なります。 ドコモの楽楽フォンの場合には端末の下にある家の形をしたホームボタンを丸1のように2回連続で素早く押してください素早く押せなかったり強く押しすぎると Google アシスタントが立ち上がってしまいますのでご注意ください慣れるまで練習してみましょう au やソフトバンクの簡単スマホの場合には どのアプリでも問題ございませんので、アプリを一つタップしてください。そうしますと、画面の右下に、アプリ履歴というボタンが表示されますので、丸1のように、アプリ履歴をタップしてください。いずれかのアプリを立ち上げていないと、こちらのボタンが表示されませんので、ご注意ください。そうしますと、過去に利用したアプリの一覧が表示されます。こちらがマルチタスク画面になります。 こちらに表示されているアプリは先ほどもご説明いたしましたがすべて次の操作を待っている状態待機している状態になっています各アプリは少し重なって表示されますので丸2のように上から下にゆっくりとスワイプしてください強く押し込んだりタップをしてしまうと特定のアプリが全画面表示されますのでその際は丸1に戻って同じ作業を行ってください こちらの操作感は慣れになりますのでうまく操作できるまで練習してみてください。こちらでは iPhone8 も含めた iPhone8 以前の端末についてマルチタスク画面、アプリスイッチャーの表示方法についてご説明いたします。まずは丸1のようにホームボタンを2回連続で素早く押してください。押し方次第では シリという音声アシスタントが立ち上がってしまうかもしれません。うまく2回連続で素早くホームボタンを押すことができると過去に利用しそのままで待機しているアプリ一覧が表示されます。こちらの一覧画面がマルチタスク画面になります。マルイのように左から右にゆっくりとスライドさせて待機しているアプリをご確認ください。 誤って特定アプリをタップしてしまうと特定アプリが全画面に表示されますのでその際は再度1のようにホームボタンを2回連続で素早くタップしてくださいこちらでは iPhone X 以降のマルチタスク画面アプリスイッチャーの表示方法についてご説明いたします。① のようにトップ画面の一番下から画面の中央までスワイプしてください そうしますと、過去に利用したアプリで終了していないアプリの一覧が表示されます。特定のアプリを利用していた場合には、画面の一番下に黒い横線が表示されますので、そちらをタッチしながら画面中央までスワイプしてください。先ほど同じように、過去に利用したアプリで終了していないアプリの一覧が表示されます。待機しているアプリがたくさんある場合には、 重なって何のアプリがあるか分かりづらいので左から右にゆっくりとスワイプしてください。誤って特定アプリをタップしてしまうと特定アプリが全画面表示されますのでその際はサイド○のように画面の下から画面の中央までスワイプしてください。それでは次にマルチタスク画面でのアプリの選択方法についてご説明いたします。 先ほどの続きになりますが、マルチタスク画面を表示すると、待機中のアプリが一覧で表示されていたかと思います。こちらのアプリ一覧から、途中で作業を中断したアプリを探して、そのアプリを一画面に表示するようにしましょう。あくまで練習ですので、現在表示されているアプリ一覧から、特定のアプリをタップしてみてください。 先ほど誤ってタップしてしまった方は、その操作と同じ操作になります。こちらでの注意点は、×やすべて削除、すべて終了をタップしてしまうと、中断した作業がすべてなくなってしまい、1から再度開始しなければいけなくなりますので、ご注意ください。それでは、それぞれの端末で、現在表示されているマルチタスク画面から、 特定のアプリを丸1のようにタップしてください。今回は例として Google フォトを選択します。そうしますと Google フォトが全画面に表示されます。もし作業などが途中であった場合には、その作業途中の画面が基本的には表示されます。それでは次にマルチタスク画面からアプリを終了する方法についてご説明いたします。 先ほどの続きになりますが、Android 端末であれば、画面の下にある四角のボタン、履歴キーのボタンをタップするか、楽ラク,ラクフォンであれば、ホームボタンを2回連続で素早く押すか、その他の簡単スマホであれば、いずれかのアプリをタップした画面の右下にあるアプリ履歴をタップするかの方法で、マルチタスク画面を表示してください。そうしますと、待機しているアプリの一覧が表示されます。 こちらは先ほどもご説明いたしましたが、アプリが出番を待っている状態になっています。もしくは前回何かで利用し、そのまま片付けないで放置している状態になっています。片付けない方が続けて作業を再開するのに便利な場合と、片付けておいた方が新しい作業がやりやすい場合がありますので、すぐに使わないものは片付けておくことをお勧めいたします。 片付けない方がバッテリーを消費しないとか通信量のセーブができるという方もいらっしゃいますが少し難しい話をすると端末 OS やアプリにはキャッシュと呼ばれる機能があり一度閲覧したサイトの画像データなどを一時的に端末に保存するため再度画像データを読み込むことがなかったりアプリを待機させていても再度アプリをタップした際に 最新のデータがないかを読み込みに行ったりするので結論からお伝えすると待機しているアプリを全て閉じても閉じなくてもそれほど大きな違いはありませんそれでは待機しているアプリを終了する片付ける方法についてご説明いたします現在表示されているアプリ一覧の各アプリの右側に丸1のように×のマークが確認できるかと思います こちらの×のマークをタップするとアプリを一つずつ終了させることができます。もしくはアンドロイド端末、楽ォ本や簡単スマホも含みます。であればアプリを左右にスワイプすることでアプリを個別に終了させることができます。iPhone であれば上下にスワイプすることでアプリを個別に終了させることができます。またアンドロイド端末であれば丸二のように 画面の右上にすべて削除というボタン、楽ラク,ラクフォン等の簡単スマホであれば、右下に全終了というボタンが確認できるかと思いますので、そちらをタップすると、一括で全ての待機中のアプリを終了させることができます。残念ながら iPhone にはそのような便利な機能はなく、一つ一つ下から上にスワイプして、 待機中のアプリを終了させる方法しかありません。すべてのアプリを終了するとこちらにアプリケーションの履歴が表示されますというような画面が Android 端末では表示されます。iPhone は何もアプリが表示されていないだけの画面になります。こちらでマルチタスク画面からアプリを終了する方法についての説明を終了いたします。 それでは次にマルチタスク画面の利用例についてご説明いたします。マルチタスク画面の利用例として一番多いのは会員登録等で求められる2段階認証のワンタイムキーやセキュリティコードを入力する際にマルチタスク画面を使う場合になります。会員登録画面でメールアドレスを入力すると そのメールアドレスに認証キーが送られる場合には一度メールアプリやショートメッセージアプリをタップしてその認証キーを確認する必要がありますそうしますとメールやショートメッセージの画面が表示されますので認証キーを確認し再度先ほど入力途中の画面に戻る必要がありますその際にマルチタスク画面を表示して待機しているアプリ一覧から 先ほどの作業途中のアプリを探して、そのアプリを全画面表示にして、先ほど確認した認証キーを入力します。こちらが一般的な流れになります。こちらのマルチタスク画面を表示するのが面倒な場合には、マルチタスク画面を表示せずに、ホーム画面に戻って、再度作業途中のアプリを探して、アプリをタップするという方法もあります。 いずれにしてもスマホの仕組みとして待機しているアプリを一覧で表示するのがマルチタスク画面ということを覚えておいてください。スマホを今後使っていく上でも非常に重要な機能・仕組みになります。最後にこちらのマルチタスク画面の表示切り替えはスマホを使っていく上で非常に重要な機能になりますので、繰り返し練習してなれるようにしましょう。 それではご自身の端末でマルチタスク画面を表示してみてください。やり方がわからないという方は、再度マルチタスク画面を表示する方法の部分まで戻って、再度ご確認ください。次に複数表示されているアプリ一覧から、特定のアプリを全画面表示してみてください。アプリが複数ないという方は、端末内にあるアプリをタップして、ホーム画面に戻る。 という動作を数回行ってからマルチタスク画面を表示してください。そうしましたらマルチタスク画面から丸1のように全画面表示したいアプリをタップしてください。こちらの操作が簡単にできるようになるとスマホの使い方が少し広がります。少しずつスマホの構造を理解しながらスマホを使えるようになっていきましょう。 以上で今更聞けないマルチタスク画面の表示方法。スマホを使うならこれができないと。構造を理解してマルチタスク画面を使えるようにしよう。についての説明を終了いたします。こちらのマルチタスク画面は使わなくても実際の作業を行うことはできますが、こちらの画面は慣れてくれば来るほど非常に重要な画面、機能になりますので、 こちらの機能も含めしっかりと理解しいつでも使えるようにしておきましょうこのように今さら聞けない非常に重要な機能についてもその使い方を丁寧に説明していきますので興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします